しさがあるなら探しに行くだろう、すぐに行くだろう、悲しみ忘れるロンジャーニー、好きな景色主なる神は言われました。人が一人でいるのは良くない。その者に合う助ける者を作ろうと。さて、あなたは人の罪をご存知ですかな。わかりません。では教えて差し上げましょう。人の罪とは知識を得たことです。
知識を得たことで主は人間に罰を与えられました。なぜ罰を与えられたのか。それは人間が主の言葉を守らなかったからです。エデンの園での過ちは後の人類である私たちに大きな影響を及ぼしました。人類の始祖たる者が犯した過ちこそ人の罪であり原罪なのです。原罪。始まりの人が知識を得たために神は僕らに罪を与えたのですよね。ええ、その通りです。ではなぜ神は大事な木の実を人の手の届くところへ置いていたのでしょうか。人の手の届かないところであれば過ちは起こらなかったかもしれないのに。そうかもしれませんね。我々人間を試されていたのかもしれません。食べてはいけないという主の言葉を守れるかどうか確かめたかったのかもしれません。しかし人はそれを守ることができなかった。だから我々に様々な罪が課せられたのです。しかし以前あなたは僕に言われた。主の慈愛は無限であると。それなのに神は人に罪を与えるのですか。それだけ人は重い罪を犯したということでしょう。Do you love me, truly? って温かいものでも飲みましょう。ああ、今行くよ姉さん。うん。違うでしょ。なんで大輝はいつも姉さんって呼ぶの？千歳でしょ、千歳。100歩譲って千歳お姉ちゃん、50歩譲ってお姉ちゃん、10歩譲ってちいちゃん、5歩譲って千歳ちゃん。そんな姉さんだなんて他人行儀な呼び方しちゃダメじゃない。なんで分かってくれないかな。
姉さんはどう呼んでも姉さんだよ。大輝の意地悪。弟のくせしてお姉ちゃんをねぎらわなさすぎ。ない。特別に折れて千歳姉さんで許してあげるから早く帰って夕食にしましょう。許すって。それじゃ龍馬で競争用意ドーン。もしかしてあなたが桐岡先輩ですか？誰だ？ああ、そうか。僕のことは知らないんですよね。言い遅れました。僕は中条あたら。先月この町へやってきたいわゆる転校生というやつです。その転校生がどうして俺の名を知っている？クラスの子に聞きましたから。学院長である桐岡先生の弟で、学院内にある廃寮に兄弟揃って住んでいる OB だって。納得してもらえました？でも僕がこの町に引っ越してきた理由は先輩に会うためなんです。どういうことだ？探していたんですよ、先輩のことを。ずっと前から。それこそこの町へやってくる頃からね。
俺はこの町に住む前、事故で記憶をなくしてしまっている。悪いが、お前のことを覚えてはいないんだ。ええ、知ってますよ。だからこうして会いに来たんです。先輩が忘れたことを思い出してもらうためにね。何が言いたい？あ、気に障りました？別に先輩の機嫌を損ねようとしているわけじゃないんですけどね。でも興味ありませんか？自分が忘れてしまったこと。お前、中条とか言ったな。あたらでいいですよ。あたら、お前は一体何がしたい？俺に何をさせようとしている？別に桐岡先輩を脅そうとかそういうつもりは全くありませんよ。ただ先輩に興味があるだけです。そんな怖い顔しないでくださいよ。今夜時間ありますか？もしよければ時計台まで来てもらえると嬉しいんですけど、ぜひ先輩に会わせたい人がいるんです。俺にだと？きっと先輩にとって大切な出会いだと思いますから。いいだろう。それでいいんです。人は自分に素直であるべきですからね。何のことだ？いえね、さっきそこの教会で話したことを思い出したんですよ。人間は食べたいと思ったから果実を口にした。これは食べたいと思ったからこそ働いた衝動であり、その時に知恵を持たない人は我慢という感情を考えられなかった。言われるまま、ただ言いつけを守るだけではそこに生き物としての意志はない。現在って知ってますか？いや。人類の祖が犯した罪だそうです。現在を犯したがために人は限られた一生を義務付けられてしまったそうです。その話と俺とに何か関係でもあるのか？いいえ、なんとなく言ってみただけですよ。先ほどの件ですが、12回目の鐘が鳴る頃に時計台まで来てください。お前は来るのか？来てほしいですか？そういうわけじゃないが、あたら、お前も俺の記憶のことで何か知っているんじゃないのか？
もし知っているのなら今この場で。残念ですが、僕の口からは何もお話しすることはありません。というか、実を言うと僕自身は何も知らないんですよね。聞くだけ無駄ということか。ご理解してもらえて何よりです。それでは僕はこれで。姉さん。千歳姉さん。ごめん、無理。ち。じゃなくて、大輝がちゃんとついてこないから心配しちゃったじゃない。ごめん、ちょっと。ん？どうかしたの？姉さん、中条あたらっていう生徒を知らないか？あら、中条くんと話してたの？知っているのか？ええ、先月の中頃だったかしら。親の都合で転校してきてね。でも、いつも一人でいるから心配してたんだけど。なんだ、大輝と知り合いだったんだ。知り合いも何も、さっき初めて言葉を交わしたばかりだよ。でも話したんでしょ？だったら友達よ。大輝、中条くんと仲良くなってあげてね。いや、別に俺は。仲良くね。努力してみる。オッケー。それじゃ大輝、早く帰って夕食にしましょう。そろそろか。